ということで皆さん、今日はもう夜風に吹かれされながら散歩動画ですよ。みんな散歩ってする？もう俺歩き始めちゃうけど、こう子供多いな。アンパンマンビーチもあるから。ほんまに。でこれ見てちょ、映してこれ。こう観覧車。観覧車をバックに散歩していくわ今日は。どこかというとここ神戸。言ってなかったけど、観覧車見ての通り、普段俺がおるところとはもう全然違う。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、ずっと。うん、めっちゃ綺麗。俺どうよ、バイト。めっちゃバイト。隣になんで女おらんねん。絶対女おれさ、子供を見たらさ、子供ってさ、どんどんさ、自由気ままに走っていくやん。うん、ああいう感じでさ、こう港とかやったらさ、すぐ誘拐されてさ、あの船とか入れられて、ほんまにあっという間に北朝鮮についてたんじゃないか。それはもうおしまいやな。なんか俺前さ、鳥取に先月あの旅行行ったんよ、うん、友達の家にな。鳥取行った時に、その鳥取の友達が、やっぱ鳥取とか島根ってさ、日本海にこう面しとうから、うん、ガチで拉致とかあるらしいんよ。で、海岸とか行ったらマジで、ほんまに鳥取って中やから真っ暗やん、うん、ほんまに拉致あるみたいにとってさ、こうではないか。それ拉致したら帰ってくんの？こういうの、拉致って帰ってこうへんこと言うんじゃないですか。それもう助けられへんの？帰ってきたも日帰り旅行やん。助け北朝鮮日帰り旅行。怒られる、そんな。やるやん、すごいね、このバックに。あれがホテルやろ？そうやで。あの辺は何なんやろな、あれ。ただ綺麗やな。何かわからんけど、こっちの方が三宮やもんな。うん、三宮とかでさ、高級ブランドさ、バコバコ買えるぐらい稼ぎたよな。もうマジで。後輩とか連れてきてさ、なんぼでも買ってあげますよみたいな、そういう一日の Vlog 撮ってみたいわ。お願いします、うん、お願いします言うな。お願いします。お前後輩ちゃう。同い年や。ラグジュアリーブランドって言われるやつあれやん、そういうさ高級なブランド、はいはい、そうグッチとかルイ・ヴィトンとか、そういうブランドを作る方法みたいな俺前見たんよ。嫉妬全然ないのってさ、なんでこの服で何十万みたいなのあるやん。ある。え、正直これユニクロと何が違うみたいな、素人目からはあんま素材とかわからんから、うん、なんかどっちもまあ肌触りやん、ユニクロだって。それどうやって作るかっていうのを俺ちょっとこの前なんかで見たんよ。これが面白くて、ラグジュアリーブランド作る方法は、うん、認知度マイナス希少度、はい、らしいよ。だからめちゃくちゃ世界中の人知っとうけど10個しかないものってさ、うん、めっちゃ高いやん、はい、これ単純やねんけど、これを作り上げてこう歴史があるのが今のルイ・ヴィトンとか、うん、そういうやつらしい。うわ、ちょっと音楽流れたやめろよ。こう YouTuber 撮影するとこに向いてなすぎる。めちゃくちゃ著作権引っ掛けようって俺全然広告剥がそうとしてるやん。やめてくれよ。だからほんまにそれらしくて、あの高級ブランドとかってどこで広告するかっていうと、売り切れた時に広告するらしいの。これなんでかっていうと、売り切れで広告出したらさ、もう買えへんわけやん、うん、だから知るけど買われへん、イコール希少度高いわけやん、うん、なるほど。そうだから他のユニクロとかはさ、なんたらセールみたいなあるやん、うん、でセールして、でもセール始まってるから今あるわけやん、うん、だから希少度そんな高くないやん。だから逆らしい、その宣伝するタイミングが、そうこれめっちゃ勉強になるなと思って、ここお金払って見てるあの有料会員の皆さんはちゃんと勉強して帰ってください。月額1000円払ってね、皆さん僕の会員になって、ぜひ、ね、高級ブランド作って、コムドットより高い、はい、コムドットなんても全然火じゃないぐらいね、僕に稼がせてください。それでお願いします。まあまた観覧車のところ先戻ってきたんやけど、これ観覧車のさ、都市伝説でさ、観覧車乗ったカップルはさ別れるとかさ、よく言うやんか。ディズニー一緒に行ったカップル別れるとか、うん、俺は今彼女おらんけどさ、でもさ、どうせさ乗ったやつ、乗る乗らんに限らずさ、別れるやつ別れるもんな。別れるやつは別れる。そうだから正直関係ないやん。検証動画まだだって彼女おらんもん。できひん。俺がこれ歴代の中で一番難しい検証かもしれない。まず彼女を作るっていうところ。これ視聴者マット。この検証するぐらいやったら俺登録者プラス10万欲しいわ。彼女一人は登録者プラス10万欲しいわ。一旦募集しとく。うん、いや募集して。その検証付き合ってくれる人。いや俺は登録者を募集したい。皆さん登録お願いします。この動画見てる方ね。まだ登録してない方もいると思いますけど、次の世代誰だってみんな思ってるやろ。コムドットとかヘイフラとか来て、まあもうしばらく経ちましたよ。新世代がこう有名になってもう 2、3 年経った。次の世代誰だと、やっぱもうショート動画世代がこう来てるわけよ。どんどんスクワットさんとかラスティスターさんとか結構来てるわけで、俺は今40何万人のこの中途半端な規模、この夏今年でこうグンっていったら次世代新世代作り出せますから、皆さん新世代ヒット、はい、何でも全然作り出せるんで、はい、こっち戻ります。こう一生行き来してるんで、散歩って言いつつも全然ここ僕家の近くとかじゃなくて、あれなんですよね、ただただ夜景が綺麗やからここで散歩しようっていう動画なんで、そうだから次世代スターを作るのはこう登録してるあなたたちやから、今やったらフル株やもんな。そう、うん、子さんになれますかっていう言ってくるやつよくおんねん。
今からでも3間に合いますかって、いやもうアホかといやそんなよく考えろって、お前の人生で一番古いさタイミング、これからの人生で古いタイミングどこって、今やん。そうやな、明日になったらさ昨日が一番古かったんやから、今やんと思って、お前どの軸で人生生きとんと思って、今が一番古参やんと思って、それ聞いてる暇あるんやったら早く登録してくれよって思うわけよ。そういう感じで思ってるんで、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。これ何分ぐらい今？今9分。結構5分いったくない？いや、いってると思うで。5分喋ってる。ほぼ使えるやろ。うん、もう最悪ここ使うからだ、うん、尺5分欲しいんでみんな、だから言ってなかったらここ使っとうからほんまに5分欲しいから、5分間みんなこの動画見て去ってください。なぜかというと5分ぐらいじゃないとやっぱ広告がね、さすがに 2,3 分とかじゃ少ないんですよ。5分欲しいでしょやっぱ、みんなお金稼ぎたいやん、僕も一緒なんで、皆さんお願いします。これいけたやろ。これいけた。 OK ありがとう。はいはい。